コンシン州、押越出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはガード。ウィスコンシン州、ニーノの高校に進学。高校では、オフェンスラインとディフェンスラインでプレーした。大学入学を前にライバルズ .com からは4つ星、全米で30位のオフェンシブラインマンと評価された。2008年を練習生で過ごした後、2009年には、先発9試合を含む10試合に出場。 スポーティングニュースからフレッシュマンオールアメリカンに選ばれた。2010年には先発11試合を含む13試合に出場しビッグテンカンファレンスのオールチームに選ばれた。2011年12月5日アメリカンフットボールコーチ協会からチームメイトのモンティーボールケビン・ザイトラーと共にオールアメリカンに選ばれた。CBS からもボールと共にオールアメリカンに選ばれている。 12月8日、ヤフースポーツより、ザイトラーと共にオールアメリカンのセカンドチームに選ばれた。ボールは、ファーストチームに選ばれた。また同じくチームメイトのラッセル・ウィールソン、クリス・ボーランドが、サードチームに選ばれた。2012年の NFL ドラフト二巡全体55位で、アトランタ・ファルコンズに指名された。センターの選手としては、同年のドラフトで最初に指名を受けた。 センターには、トッたマクルアがいることから、開幕から第6週までは、右ガードのギャレット・レイノルズの控えであったが、第7週より先発センターの座を獲得した。13シーズンにわたり、ファルコンズのセンターを務めたマクルアが、2013年3月に引退を表明したことから、2013年より、センターとして起用される。ありがとうございます。